青半角は脳幹にあるノルアドレナリン作動性ニューロンを含む神経核である。モノアミン含有ニューロンの分類では A6 細胞群とも呼ばれる。覚醒、注意、情動に関与している。18世紀にフェリックス・ビッグ・ダジールが発見した。名前はラテン語のクイロウリアスとローカスに由来する。これは青い点を意味し、青く染まらない。 脳組織の中で青く見えるためである。青色は、ノルアドレナリン神経細胞体内のメラニン下流による。アルファベットのスペリングについては、カーリアスが古典ラテン語のスペルであるが、より現代的なクーロウリアスの方がよく用いられる。二重ボインを詰めた形のセルリアスは、アメリカ英語におけるスペルである。青半角は端上部背側、第四脳質体の外側に位置している。 青半角は、外背側皮蓋や、腹側皮蓋や、結節乳頭角、肺側方線角、外側死下部などと乗降性毛様体不活系を形成しており、大脳皮質の覚醒状態を制御している。人成人の青半角は3万千から6万、ミューリッポーメートルのサイズのニューロン2万2千から5万千個で構成されている。脊髄、脳幹、小脳、死傷株、 死傷中計画、返答体、収納、大脳皮質などに広く投射している。青半角とノルアドレナリンに影響を受ける部位はまとめて、ローカスクーローリアス、ノルアドレナリンシステム、または、エルシーナ、システムと呼ばれる。青半角から皮質への投射は、死傷を得資格を経由する、配速経路と全脳規定核を経由する、複速経路が知られている。 出力に比べると入力は限られている LC から分泌されるノルアドレナリンは多くの脳のニューロンを活性化させる。ラットにおける細胞外記録法では青半角ニューロンは覚醒時に持続的な発射をし除波睡眠で発射は減弱、レム睡眠で活動を停止する。そのため覚醒に関連していると考えられている。尻尾をピンセットでつまむ。 体に息を吹きかける等の感覚入力で興奮する。また、注意行動時に活動が興奮し、皮質を復活させる。軸索から細胞体に即死を伸ばしており、細胞体に存在するアルファ二樹溶体を介して自己抑制をかけている。青半角を含む上厚性毛様体復活系が抑制されると、ノンレム睡眠が発現する。LC は、 ストレス時の多くの交換神経の反応を仲介するのに重要な役割を担っている。この核はストレスで活性化され、ノルアドレナリンを分泌することで反応する。それにより、全然頭皮質を介して認知機能を変え、ニュークリアスアッコンバンスを介してモチベーションを上げ、死傷株下水体異復人形を活性化し、脳幹を介して交換神経の活動を上げ、 副交換神経の活動を抑制する。床下株下水体 E 副人系の活性化に、特異的に、ノルアドレナリンは、床下株からのコルチコトロピン放出因し、さらに下水体からアクスの分泌を刺激し、副人でのコルチゾールの合成を促進する。LC から放出されたノルアドレナリンは、その酸性を抑制し、CRH は、その酸性を抑制するフィードバックを形成する。 一方 LC にはノルアドレナリン酸性を増加させる。ストレスに関連した認知機能における LC の役割は複雑である。青半角から放出されたノルアドレナリンは α2 受容体に作用しワーキングメモリー、ワーキングメモリーを増加させるが過剰な NE は低神話性 α1 受容体を介してワーキングメモリーを減少させる。精神医学的研究では LC から起こり変動体のベイセラタールニュークリアスに終わる神経回路においてノルアドレナリンシナプス後の反応が多くのストレス誘発性恐怖疾患や特に外傷後ストレス障害の病態整理に大きく関わっている。コンバットリレーテッド PTSD2005 年の第2次世界戦争からの減少するアメリカ軍隊のベテラン研究では死後に 右側の LC ニューロンの数が減少していることを示している。LC は、うつ病、パニック障害、不安に関係している。ノルアドレナリン再取り込み阻害剤、セロトニンマイナスノルアドレナリン再取り込み阻害剤、ノルアドレナリンマイナスドーパミン再取り込み、阻害剤などの内服薬は LC に対して採用し、効果を発揮すると考えられている。青半角には、 オピオイド受容体が発現している。オピオイドの鎮痛作用の一部は、青半角から下行性抑制精神経経路を介するものである。転写調節因子メイ CP2 の遺伝的欠損が、レッド症候群の原因と考えられている。メイ CP2 欠損は、マウスのモデルで自律神経や交換神経に関連した、カテコールアミンの機能不全と関連していると考えられている。 LC は脳内のノルアドレナリン神経の起源であり、分側や微速に広く投射している。実際、この構造の変化は、明 c p に欠損マウスで観察されるいくつかの症状に関与している。LC ニューロンの細胞体の電気、生理学的特性の変化が示されている。加工紛性や機能低下などである。アルツハイマー病では、LC ニューロンの最大70%が、 失われている。LC 細胞から分泌されるノルアドレナリンは、大脳皮質や、海馬のニューロン、クリア細胞、血管周囲の微小環境における、内炎性の抗炎症物質を供給している。ノルアドレナリンは、アミロイド β により誘導される、サイトカインの酸性や、アミロイド β の鈍色を抑制する、マイクログリアを刺激する。それゆえ、LC の変性が、 アルツハイマー病の脳でのアミロイド β の沈着に関与しているかもしれない。自閉症の子供は発熱があるとその障害が少なくなることが言われてきた。最近の研究では自閉症の行動は LC な系の機能不全によるもので発熱が一時的にこの系を再復活するという仮説がある。さらに LC な系が機能的に維持されていることは 少なくともいくつかの自閉症のスペクトラムの疾患は、化逆性であることを示している。さらにこれらの疾患の原因を追求し、生物学的テストを行い、LC な系に焦点を当てた内服薬の研究が行われている。ありがとうございます。